はい、ひなチャンネルへようこそ。どうも、加藤ひなたです。はい、今日はですね、よく食べ物を食べる動画見たことありませんか？早口だったね。私もね、結構ね、食べるものを食べている人の動画を見るのがね、すごい好きで、やっぱ食べてるのを見るとそれと一緒なものを食べたくなるっていう傾向が私はあってですね、高カロリーのものも食べたくなる時もあるんですけど、ヘルシーなものを食べている動画を見るのも好きなんですよ、私。それを見るとやっぱ同じ野菜、トマトとかね、野菜が食べたくなったり、こんにゃく食べたいなとかね、思うんですよ。そういうね、動画は最近ないので、私やっちゃおうかなみたいな。で、みんなで一緒にダイエット、私は今ダイエットしていないので、私はカロリーをたくさんとって筋トレをね、するようにしてるんだけど、まあ、なので今日はおやつの時間として食べようかなみたいな感じなんですけど、もしね、ダイエット中今すごい頑張ってる方、今苦しい方、もう挫折しそうだったら、この動画を見ながらこういうヘルシーなものを一緒に食べませんか？そして一緒に頑張りましょう。はい、ということで、私おすすめのヘルシーかつちゃんとね、タンパク質もしっかりとれて栄養価の高いものをね、紹介していきたいと、てか一緒に食べたいと思います。では食べてみよう。じゃん、こんな感じです。一個ずつね、説明していくね。まずダイエット中はね、水をよく一緒に飲んでお腹を膨らませたり、炭酸水飲んだりしました。あと水はね、美容効果がすごくいいので、みんなね、必ず飲んだ方がいいと思います。お肌にすごくいいのでね、水をまず飲みます。はい、まずですね、これ、じゃじゃん、お好み焼き。高カロリーじゃんって思うじゃないですか。これなんとツイッターにもね、載せたんだけど、卵とキャベツのみ使ってます。でもすごいね、お好み焼きっぽくなるんですよ。本当にお好み焼き食べてるみたい。で、ソースもマヨネーズも、このお好み焼きソースもカロリーハーフのものを私は使っています。そうすることによって、普通のお好み焼きを食べるよりは低カロリー、ヘルシーで食べれるのに超大満足できるので、すごいね、これはおすすめです。あと卵はすごくね、タンパク質も豊富なので、ぜひ食べてください。で、これですね、これは鶏胸肉と玉ねぎ、チーズ、インゲンのね、トースターで焼いたものです。今タンパク質取らないといけないので、ささみはね、結構食べるんだけど、やっぱ一つの味って超飽きちゃうんですよ。なのでこういう感じでいろんなものを入れたりとか、いろんな調味料を使って、私はズボラなんでトースターで焼きます。で、次にサラダ。これね、即席で作っちゃったので、いつもはね、トマトとかパプリカとかね、のせたりするんだけど、今日ね、家にこれしかなかったので、ささみとキャベツとあとチーズをのせました。こういうサラダにはカッテージチーズがね、すごくいいです。カッテージチーズはカロリーが低くてタンパク質が多いので、腹持ちもいいので、すごいおすすめします。じゃあ早速、みんないただきます。怪我ちょっと、上さん怪我。みんなはどういうもの食べてるんだろう。本当にね、ダイエット成功させたいなら、食べないっていうのはやめた方がいいです。私が進めているダイエットはもう食べて動くことなんですね。やっぱそうしないとすぐリバウンドするし、そのリバウンドを繰り返すとね、もうほんと心が疲れてしまうのが一番ダメなので、こうやってね、みんなで一緒に楽しくダイエットができればなってすごい思いますね、私は。本当に美味しいんだけど、超美味しい。これ本当おすすめですよ。すぐ作れるので、ぜひ作ってみてください。なんかちょっとやっぱ動画映えするからヘラ使おうと思ったけど、めちゃくちゃ食べにくいからやめた。いや、ダメね、慣れてないってダメよ、本当にバレちゃう。みんなはさ、普段何食べてるの？コメント欄で教えてほしいな。卵ってね、あの1個あたり約ね、6g ぐらいタンパク質の量がね、入ってんの。だし、卵って安いじゃん。うちのスーパー180円で買えるのね。安くって多分美味しいのに、タンパク質も豊富って神だよね、本当に思う。しかもいろんな調理法できるじゃん。だからチキン苦手な人は卵とかね、ゆで卵とかはね、腹持ちいいから食べることをおすすめします。ちょっと食べにくいね、カメラの角度変えました。こんな感じね、映るかな。さっき映ったからね。はい、お好み焼き食べ終わったのでね、次は2品いきます。あー、うまっ。じゃあまずサラダから食べよう。ね、このね、サラダのサラダチキンは1個あたり 20g ぐらいタンパク質入ってて、これとこれでね、半分ずっこで使ったので、これ1個あたり 10g ぐらいですね。食べたいの？あんた、こんなん食べた、こんななんだよ、ほんまに。餌食べとき。はい、ごちそうさまでした。サラダもうめで、これこうやって美味しい。いただきます。私の一番のおすすめの
サラダチキンのアルミホイルの焼き方はオリーブオイルと胡椒とチーズを焼いたもの、めっちゃ美味しいの。しかもすんごいジューシーなの。だからぜひやってみて。ツイッターにレシピ載ってる。めっちゃ美味しい。やっぱ玉ねぎ入れることによってやばいの、風味が違う。うん、こんな感じ。はい、完食しました。イエーイ、ひなチャンネル。ということでごちそうさまでした。はい、ということでね、今回ね初企画だったんだけど、もしねすごいいいなって思ってもらえたなら、またリクエストコメントにていただければなって思います。こんなね低カロリーでもすごい美味しいものが食べれるし、腹持ちもねいいし、まあ食べた分は数字では太ってしまうかもしれないけど、数字ではなくてちゃんと見た目を見て引き締まってるなとか判断してほしいなって思います。だからね、みんなもこういう風に作って食べて軽いね筋トレして美ボディになろうぜ。おまけ。はい、今日のおまけはね、じゃん、このラティスのさ600円のスマホケースがいい件。これめっちゃ可愛くない？2週に1回行く感じだから、すごいねおすすめだから、みんなもね行ってみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、お次のバイバーイ。